賞は大関稀勢の里豊さん、準優勝1回目に稀勢の里豊か、右は平成29年1月場所にて成績優秀により支配にその名を刻し、長く名誉を表彰する。平成29年1月22日公益財団法人日本相撲協会方をするのは、もしかすると、これが最後の
どまた稽古して、また強くなって、また皆さんにいい姿を見せる
でもないの。よいしょ。セノサトは高田さん、あなたは平成25年大相撲一夜場所に降りて見事に優勝されました。よってここに心を注げた印象を送り、長くその栄誉を称えます。平成25年1月22日今頃の高総理大臣、ジャルトミン・エンバル。Thank you.
続いてアラブ首都連邦友好会の中であります。自分場所の方が状況近いはい、運動場表彰状、平成29年1月場所優勝、伊勢佐藤豊殿、あなたは当初の成績を収められたので、アラブ首都連邦友好会を表彰します。平成29年1月22日、東京アラブ首都連邦友好会並びに賞状、副賞としてガソリン1年分が市長の公園を出した広報担当オーガメント全国市よりに授与されました。続いて NHK 金牌の授与であります。生徒佐藤豊殿、あなたは平成29年大相撲の初場所において連日健闘され優勝の栄冠を得られました。ここに表彰いたします。平成29年1月22日日本放送協会会長を務めます。続いて東京都知事賞の授与であります。敗者見て帰るんだ。敗者見て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 表情してるはずあなたは平成29年1月の場所において優勝されました。東京都知事賞知事軍人賞にその名を立ち長く栄誉を与えました。平成北朝鮮の先生作主治軍人像並びに賞状が東京都副知事山本隆史師匠に授与されました。続いて宮崎県知事賞の授与であります。表彰状、宮崎県知事賞稀勢の里豊殿、あなたは平成29年大相撲1月場所においてよく健闘し見事初優勝されました。よって副賞として全国和牛能力共進会で2回連続チャンピオンに輝いた日本一の宮崎牛1頭分トロフィーに並び賞状を付与する副賞として全国和牛能力共進会で2回連続チャンピオンに輝いた日本一の宮崎牛1頭分および宮崎旬の野菜果実1本分が宮崎県知事河野俊一氏より授与されました。続いて福知山県知事賞の授与であります。優勝されました。よって金一封並びに副賞として福島が誇りを込め天の粒一等、そして福島県
それぞれ国立国立賞としてふっくらと美味しい福島の高市場で本日の一本と霜降りの鮮やかな牧場の味、福島牛のサーロイン10キロおよび福島愛情野菜とアンプバックの詰め合わせが福島県知事内堀正夫氏より授与されました。続いて優勝国の授与であります。表彰状、優勝、大関稀勢の里豊のあなたは平成29年1月東京場所で優勝されました。優勝写真館は平成29年5月東京場所国技館に掲額するとともに記念写真並びに副賞を贈り長くその栄誉を与えます。平成29年1月22日満州入社社長でございます。
副賞としてちゃんこ鍋に相性のいい山と鴨をふんだんに取り込んだちゃんこ山と口300人前およびそうめん発祥の地奈良県桜井市岩の自然と風土の100とかで長年にわたり受け継がれた伝統的な手飲み製法で作られた舌触り、歯応え、すべて最高級の一品岩そうめん300人前が奈良県副知事南越手拍子より授与されました。続いて大関賞の授与であります。大関賞稀勢の里豊殿、あなたは平成29年1月場所に向け優秀な成績を持って優勝されました。よってここに金一等および正式大関4等だると万冠大関1年分を贈呈し、その栄誉を称します。平成29年1月22日大関株式会社代表取締役社長西川貞義代表。大金牌並びに少女金という副賞として正式大関4等だとワンパク大関1年分が大関株式会社営業部本部長岡本修平氏に授与されました。続いて市長関東議論各省の協議であります。本場所の受賞者は市長賞高森は初めての受賞